リソ。とある休日、私、ユノハナユーノは小ゆずさんとのんびりお話ししていました。その時はまさかあんなことが起きるなんて私は思いもしませんでした。お、小ゆずとユーノか。何してるんだ。あ、小枯らし君、今ね、新しいハフラ術をユーノちゃんに見せてたとこなんだけど。小枯らしさんはこれからお仕事ですか。本当なら休日は稼ぎ時なんだが、事情が変わってな、休みになったんだ。じゃあちょうどよかった。小枯らし君にも見せてあげるね、僕のハフラ術。なんでしょうか今の音。わからねえが、蔵の方から聞こえてきてるな。随分散らかってるが、地震でもあったのか。とにかく片付けた方がいいですよね。ああ、三人でやればすぐ終わるだろう。重たいのは俺に任せて、二人はあっちを頼む。よし、じゃあ僕はあのつづらをハフラ術で。で、おい小ゆず、任せろって言ったろ、危ないぞ。大丈夫だよ、このくらい。こうやってちょっと押すだけだから。大丈夫か。うん、僕は平気。怪我がなくてよかったな、小ゆず。ありがとう、小枯らし君。三人ともここにいたのか。すっごい音がしたけど、どうしたの。あ、皆さん、ちょっと蔵の整理をな。ユーナたちで散らかして遊んでた。ふむ、知らない遊びだな。冬空と親睦を深めるため、私も参加しよう。待て待て、やる気なら片付けるのを手伝ってくれ。さっき落としたつづらの中か。なんだろう、お屋敷の模型かな。これはおかみさんのコレクションの一つ、無限の箱庭ですね。へえ、凝った作りしてるな。それと女の子の人形。俺のことか。お前は。積もる話は後です。さあ、こちらで一緒に遊びましょう。
君たちの今の状況は常に雫石に記録しておくからね。じゃあちょっと歩いてみようか。指示する。頑張ります。よっ。お、ここはちょうどいいかもしれない。ちょっと走る練習をしてみよう。はい、わかり。しずく石さん、ありがとうございました。これで木枯らしさんを、皆さんを探せます。今のこの状態では。そんな、雫石さん、立ち止まっている暇はありませんよね。教えてもらった通りに行きますね。あ、あの妖怪人形たちはもともと町と私で作って、ここでも箱庭に施された封印が解けてから凶暴になり、誰でも襲うようになってしまった。誰でも。どうすればいいんでしょう。焦らないで大丈夫。ちょっとずつ慣れていこう。ちょうどいいね。役に立つものかもしれないし。ね、また何か落ちてます。武器に制服。この制服、湯煙高校のものと似ているよ。それは箱庭内での防具に当たるものだよ。君にとって馴染みのある見た目に変化したんだ。ああ、君たちが着用しやすいようにね。おかしかったか。いえ、確かに慣れ親しんだ感じです。こういうのは装備しないと効果がない。説対処すれば怖くないさ。本気です。その通り。じゃあ経験値と妖怪人形が落とす すみません。お腹が鳴ってしまうなんて。この箱庭では精神的な疲労が空腹として現れるから仕方。ちょうど食料もあるし。その調子だ。とりあえずもうちょっと基本的なことを教えよう。
こういう障害物の多い場所はちょっと。食後の運動にちょうどいい場所がある。腹ごなしでもしてみないか。やってみます。あ、また何か落ちてますよ。そうだ、まだ投げるのはやってなかったよね。目の前に罠がある。ありがとうございます。もう少しで踏んじゃうところ。そうそう、その場で足踏みすると。そうなんです。ちょうどいい。この箱庭から出る方、安らぐような穏やかな光が差す場所が。でも私一人でここを出ちゃって大丈夫なんですか。いざという時、脱出方法がわからないと困る。そうですよね。わかりました。行きたい場所は皆さん手持ちのアイテム、今までの思う手持ちのアイテムを確認できますよ。皆さんの装備が変。行きたい場所でどこに挑戦しますか。任せてください。準備はよろしいですか。もしかして誰かが妖怪人形さんたちと。次から次へとキリがない。このままでは。サギーさんです。人形さんたちと戦ってます。制服が。大丈夫ですか、サギーさん。私もお手伝いします。ユーナ、無事だったか。はい、サギーさんもご無事で何よりで。大丈夫。こう敵が多いと話もできないな。
私もよっ。ユナ、非常事態ゆえに言っておくことがある。あ、それテレビで見たことがあります。これは雨の家に代々伝わるハプニングという道具で、霊的な力を蓄え。そんなものが、すごいですね。それなんだが、この人魚はあまりに強力で。だがもちろんうまく使えば敵なしだ。使い方を説明する。早急に出るべきだ。そんな顔をしてもダメだ。こういう時ユーナはいつも自分を犠牲にするからな。ノンコさんもヤヤもニゴロもあのような人形どもに、一度帰って作戦をきちんと立てた方がかえって助けやすくなるはずだ。そうです。何言ってるんだ。みんなのためにそんな必死になって、礼などいい。それよりどうやって、
私が行こう。ユーナ、無茶はするな。準備はよろしいですか？中井さん。
当然の結果だ。忘れて、お風呂お風呂。いい風ね。